今日も一日お疲れ様。駄菓子屋あるある屋が9時をお知らせします。皆さんこんばんは。水生20日市の時間です。今日もユーストリーマーの聖地駄菓子屋あるある屋からお送りしております。今日で155回目生放送です。夢ホームの石川芳久です。皆さんこんばんは。青久美子と青石久美子です。155回目、ねえ、もう4年経つ。すごい。なんか改めて毎回こう回数を言うたびに思いますね。なんかね、3桁ね。年取ったな歴史を感じておりますというわけで、今晩も、はい、2人でお送りさせていただきますので、皆さん最後までお願いします。水生20日市、この番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの制作でお送りします。始まりました。本日もすでに、はい、皆さん参加いただいております。健郎さん、岡山一五さん、こんばんは、ありがとうございます。まあ、はい、毎週恒例のヤマトは見ましたか見てないどうでした？あれがね、割とこう予想を裏切られた感じじゃが、泣けたね、なんか。へえ、感動なシーンがあったんですか？うん、今回ね、あらすじとしてはガミラスとイスカンダルがこう双子星じゃいう感じで、その直前にこうワープアウトしてきたヤマトに、デフラーがデフラー砲を撃つよね、ボーンって、で、これが波動法と真似ないよな。うん、波動エネルギーを武器に転用したヤマトを真似して、デフラーもヤマトがやるんならわしも波動エネルギーを武器に転用しちゃるって。うん、それを発射したら結局イスカンダルから抗議が来たわけ。正気で不快で波動エネルギーを武器に使おうたりしてみたいな。デフラーがいや、うちに抗議するんじゃったら、ヤマトにも抗議せえと、あいつらが波動エネルギーを武器に転用したんだけ、いう話ね。で、まあこれ核兵器と一緒でね、今の現実の世の中の、もう中国が持っとる系、インドも核をこうね、どん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 作って北京に向けた言うて、でどっちがどっちなんよね。うちが持っとる系、向こうが作ったいうね、向こうが撃ったらうちも撃つみたいな。けどそれに対してイスカンダルは口だけだよな。理想を唱えるわけよ、平和平和平和と。やっぱり日本の位置におるわけよな。武器も持っとらんで、その技術力はあると。けどそれらに武器に転用したものに対して、いや核のない世の中にどうとか言って言うわけよ。今日はなんかすごい、なんか考えさせられるなあ思ってね。でまあオリジナルの方のヤマトは結構ガミラス本性がむちゃくちゃになって、ヤマトもまあボロボロになって戦おうという感じなんだけど、今回は結局ガミラスの星にも子供や女子供、年寄り、兵隊ばっかりじゃないわけよ。そうです。そんな惑星をこう
ヤマトは攻撃してもええんかいう話よね。うん、でそこら辺を考えた作品になっとる今回。まあ、身近ではないですけど、ちょっとこう、うん、現実的に置き換えて考えれる。そうそうそう、実際ヤマトがそのガメラフついた時に、うんうん、ガメラフの星に向かって、うん、その巨大なエネルギーである波動砲をぶっ放すのが正義なんかどうかいうのがあったけどね、うん、昔の、うん、で今回はそこら辺がクリアされとる。うん、うわーって、うん、まあね、これからあと3話しかないけどね。3話、うん、岡山115さんがちなみにやっと見ました、感涙ってね。えやっぱ、うん、なんか感動したよ。じゃあ、うん、あと3話もそういった感じなんですかね。だって劇場を 見に行った人が、うん、そのどういうかね、感動の雨あられ。普通ツイッターとか、まあ、今のテレビシリーズの主題歌に対したらボロカフ言うんじゃけど、うん、その内容に関してのクレームが一切ない。ほう、うん、どれ読みよってもその、ね、失敗だなとか、ああいう、まあ、自由ですもんね今、うん、そういったみんな思うこと書くじゃん、簡単に匿名じゃし、はい、そうですね。それはないわけよ。へー、あのツイッターのヤマト2199のページにね、うんうんうん、確かね、ブルーレイがまだ届かん、じゃあどうじゃこうじゃいって、その、うん、脇の話はまあ、うん、曲とかはね、ちょっとありましたよね、うん、確か。そう、うん、ちょ、長男アカペラで歌えるあれだからそういうことですよ。ジャフォーって歌うマジか。そういうことですよね今の世代のこのヤマトの曲、うんうん、だけど昔のもんをターゲットにしとるわけじゃないわけよ、うん、現代の、うんうん、ただその物語に関してはそのすごいみんな大絶賛しとるわけ。あー、そうなんだ、ストーリー、うん、内容、そう、うん、だけど満足のリメイクじゃったわけよ。あ、うん、で沖田館長が最後地球見ながら死ぬシーンでも、うん、これこけたら非難ごうごうのはずなんじゃけど、こけ、うん、とらんわけよ。うーん、感動しました言うて、不可能と思われとったリメイクが可能いうか、うん、実現しましたねとかいうのをなんか見よったら、ああすごいな、まあ、確かにみんな、うん、まあね、満足の出来なんじゃないんかな。あと3話です皆さん、うん、来週イスカンダル到着、まあ、到着時間までは分からんけどね、わしもさすがに怖かった。まあ、夕方5時には到着しとるはず放送時間まで、そう、放送時間までにはね、ちょっと毎週録画しよっかな、そろそろ半沢直樹だけじゃなく日曜日倍買い好きだみたいな。そうなんだ、うん、来週ウフォーイスカンダルついて、うん、折り返しで 帰る途中で、うん、来週再来週が最終決戦だね。うん、ガメラ俯瞰隊、あの三千隻が今迫ってきおるけ、うんうん、それを切り抜けて、うん、末に地球到着。あ、なんか、うん、あと3話で来週からいきなり見ても、まあ、一応毎週こうストーリーを聞いてるので石川さんから入れますかね、見れますかね。見れるは見れるけどな、ねえ伝え行け、伝え1話から1話から、うん、だけど、まあ、どういうんかな、うん、昔のヤマトは、まあ、古代進むが戦闘班長だった、うん、ずっと戦闘班長で古代がそこへ座っとるわけよ、うん、これブラック企業並みの残業時間じゃないんかいう話。新しいヤマトはもう反抗体制になった。あ、ちゃんとね、うん、森行がずっとレーダー座っとんじゃのういう話だけど、うんうん、ほとんど座ってない今回、ね、あ、
そうなんだ、ちゃんと参考って3人おるよ、女の子が。へえ、うん、ちょっとロリコンっぽいからこうね、いろんな種類が、うん、好み好みで、あ、それもお楽しみいただけて、フィギュアが売れるように、ね、視聴者にね、うん、へえ。古代の代わりも南部、まあ、副長というかね、うん、あれと大和の新たなる旅立ちに出てくるあの北の国がおるんだけど、うん、あれがもう出てきて、うん、座っとる時あるけどね。ああこいつ、矛盾をなくす流れよな。ああそうですよね、うん、今の時代にあった。そう、続編に出てきたキャラクターが、うん、実は僕もイスカンダルの旅に寄ったんですよ、いつも出てきとらんわけよ、はい、昔のは。はい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 。けど今回もみんなおる。うーん、続編に出てきたキャラクターが。ああそうなんだ。うん、おらにゃ嘘じゃろうみたいな感じのところで。ちゃんと続いてるんですね。うん、だけど異常にキャラクターが多い。あっていうことですよね。うん、へえ。ただまあなんちゅうか。ほとんど死んでない。あキャラクターが多い割に。あそうなんだ。確かにヤマトは激戦を繰り広げてますけども、うん、繰り広げてやっとガミラフ抜けて、はい、うわーって言うんだけど、うん、ほとんど死んでない主要キャラクターが。うーん、このメカ的なこの戦いは、うんうん、壊れたり破損したり、うん、確かにうわーって乗組員が死ぬシーンもあるんだけど、うん、吹き飛ばされて、あけど主要メンバーか名前がついとるメンバーは誰も死んでない。あそうなんですか、命を落としてないというか、そうそう、まあそういうふうに描いてるんでしょうね。うん、だけどそれが激戦なんだけど、激戦の度合いがなんか死者ができてないんで、うんうん、こうね、うん、ピンとこないのもあるよね。かっこええなーってその感動はあるんだけど、その人の生き死にに関して、その戦いっていうことだけに、うん、取るとちょっとまあなんだろう、迫力に欠けるというか、そう、人間ドラマ的なもんもあるんだろうけど、逆にそっちがあるのかもしれないですね。強いのかも。でまああと最終ファンはどうなるかわからんけど、あそうですね。まあ、最後に取っとんかもしれんし。うん、まあ、銀河英雄伝説でも最後バタバタバタと死んでいったけどね、みんな。うーん、乱戦のうちに、うん、ああいうやり方もあるけど、はあはあ、どう出てくるんですかね。それ次第じゃん、ね、あじゃあそういったちょっと見方もありますね、うん、あと3話、うん、まあ、わしが、まあ、予言しとくけど、はい、まあ、多分ヤマトは地球に到着するんや。はい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 、うん、これだけは断言しとこう。断言した当たり前じゃいるどこ行くんや他にって地球に到着します。うん、これ結構楽しみで、プラモデルは来年の夏ぐらいまでずっと発売と、毎月。あそうですね、うん、なるほど、追いついていかん、うん、じゃああと3話皆さんもぜひ、うん、日曜日見てみてください、はい、来週もそうですね、番組の冒頭はヤマトです、はい、倍返した、はい、確認されますよというわけでヤマトについてお話しいただきました。というわけで今日はもうテレビどこをつけてもね、昨日今日ですね、東京オリンピック開催、そうね、うん、東京オリンピックを最後に宮崎駿が引退するいう、それも大きいニュースでした。新しいじゃろう今回は本当に引退するんだってね、うん、今まで何回かあったな、何回かありました、はいはい、今回は本気で吹いてた、今回は本気ですっておっしゃってましたあのジジイがね、いろんな素敵な作品を残していただきましたけども、73歳だろ、うん、うちの父親と本は似たようなもんで、あ年齢が、うん、ほう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 、すごいなって、うん、あれでジョージ・ルーカスでも、うん、もう体力的にスター・ウォーズよとらん言うけ、6作になったんだっけね、あれ、うん、全部で9作ある言うてよたのを6でも切ってしまった、やっぱりすごいんだもんよ、ね、で宮崎駿は自分で書くじゃない、はい、うん、その労力を考えると、うん、それを考えたらね、
どんどん今のうちにこの漫画を描いてほしいな。はあ、うん、でそれが絵コンテじゃと一緒で、うん、作品数は増えるわけよ、ジブリの。そうしていくんですかね、今から。と思うらしい、うん、映画はね、うん、もうストップして、まあ、自分の夢っていうのもあったじゃないですか。そうそう、ゼロ戦をこうね、うん、題材に、うん、ジブリの会社的にも足美味しいよ、もう一つ無理してね、こう作らすよりは、まあ、体力的にも少しは楽になるんですかね。こうね、ジブリには毎日通うってことだよね、うんうんうん、ジブリに通うだけど、なんかまあ初っ端のそう思うだよ、ピンと全く何も出さないはないですよね、うん、きっと。だけど大友克洋かいね、アキラの人あれ短編映画とか、はいはいはい、ああいうので行くかもしれんしね、うんうん、どんなちょっとね動きをされるか楽しみですよね。でも本当いろんな作品をね残してくださいましたよね。まあね、けど引退記者会見じーっと見て、はい、YouTube 見たらうん、フル録画いうんかね、はいはいはい、カットノーカットのがあったり、ね、あー、はい、誰見ようったらそういろいろ質問するじゃん、はい、で結局その僕は自由で吹いて最後言っちゃ、うん、途中言っちゃって、うんうん、やる自由も やりやらない自由もありますよ。それを言ってしまったら引退記者会見ならんじゃん。確かにね、やめる自由もね、うん、そうですよね。そうなんか元も子もないじゃん思いながら、けど自分の後継ぎはあんのじゃ言うてね、うん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 、あれはあすごいな、うん、言われましたね。いや、庵野氏もジブリ入ってめえいう感じらしいけ、うん、エヴァンゲリオンの監督よ、うん、もうあれが実質的に宮崎駿の後継ぎだと、うん、公認、うん、巨神兵描いた人よね、うん、ナウシカの、うん、あれをジブリに手伝いに来て庵野氏にこう、うん、任せっきりにして手直しせんかったよね、宮崎駿。ああ、そうなんだ。自分が思った通りにアニメにしたんで、ちゃんと、うん、それからやっぱりもう後継ぎいうか、うん、へえ、すごいな思ってね。すごい、ああいう流れがあるんだろうな。あでしょうね、うん、じゃあね、とりあえずちょっと石森章太郎とかいう漫画系は後継ぎがおらんね、みんな。ほう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 、うん、石森章太郎でも息子は親の遺産食いつぶしょるぐらいでなんかなかわいそうな展開になってきてない、みんな。つぶらやにしても、へえ、うん、どうなるでしょうね。でも一旦引退ですね、大きな監督の。まあね、うん、衝撃が走るよね。まあそうですね、まあ、報道陣の数もすごかったですけどね、うん、やっぱりそれが現れてますよね。ただまあそうね、5年から7年に一作言ったらもう次発表すると多分80、うん、おっしゃってましたね、うん、体力的な集中力がなくなるよな。もうで何年間も本当すごいプレッシャーで作られると思うんですね、うん、また息子が優秀じゃないんだ、宮崎五郎かいね、あ2代目、うん、うん、だけ後継ぎにはしたいな、あれが息子は。ああ、なるほどね、うん、そっか。そのニュースもあり、そしてね、なんと東京オリンピック、うん、東京オリンピック2020年、すごいね。いやー、すごいですよね。生きとられるかな、20年おいくつですか、そんな。あと7年後でしょ。たった7年で7年後ちなみにおいくつですか。7年後はわし52。52、うん、私3、え、間違えた40 30って言ったら
要は30って言おうとした。そう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 、ね、ちょうど40。女の色気は40からよ。本当？嘘？本当です？まあ、今考えた。いろんな会話のねこの番組始まってない時とか年齢関係なくね、こうどうなんかな。けどなんか女は30からだよな。はあ、そうなんです。本当です。うちさんはね若いほどいいみたいですよ。いやけどね、この10代20代のおっぱいってそこまで柔らかくないじゃない。張りがあるんですか。うん、やっぱ30、40のおっぱい言うたらこうね、ほんまのおっぱい言うからね。あ、垂れていくんでしょうねきっと肉も。いや、風呂鍛えるのが男の仕事だ。あー、なるほどね。やれやれおっぱいネタになってしまうね東京オリンピックです。そうそうそう、オリンピックね。じゃあね、わ、不思議に思うのが、あのレフリングを外すらどうじゃという話になって、はいはいはい、最後でね、うん、決まって、うん、わーって喜べたけど、うんうん、オリンピックからレフリング外しちゃいけまーいう話。あー、やっぱり思いますか。最後なんかあのあったじゃないですか、レスリングとソフト野球でスカッシュで戦いましたよね。でもソフトボールじゃスカッシュだってもう論外よねわしら。ほー、いやもうレフリングはまあもう競技に入っとって、うん、どっち空きがあってどっち選ぶかいうになったらええけど、このレフリングとソフトボールとスカッシュをその同列で語っちゃいけんわしオリンピックの世界で。そうなんだ、うん、ただなんか日本はそのスカッシュも特に野球とかもあの環境設備が整ってるから入れてはどうかっていうまあお声もあるみたいですけどもね、まあ、テコンドーとかもどうでもええような話よね。あ、なんかもうオリンピックいう名前を使うんじゃったら、うん、レフリングは外しちゃいけんな。古代オリンピックからの、うん、まあ格闘だろ、うんうんうん、フォックフォックから始まったわけじゃっけ。それオリンピックからそれをレフリングを外してしまったら、うん、それオリンピックじゃなくなるわけ。うん、もう代々本当にスタートの時からある種目だからこそね、それをなんか必死で断ち切ろう思って古代オリンピックと近代オリンピックってから分けていおるけど、いやオリンピックはオリンピックでしょういう話よね。うん、そうね。だけもう一度 IOC がなんかおかしいよな。あ、うん、岡山115さんが五輪から入輪にずれたのかなってさっきのネタですね分かってくれたか、ね、ちゃんとねそこも読んでましたよ ね, ねそうか、レスリングでもね選ばれましたね。浜口親子も騒いでいらっしゃいました。うん、朝から朝からね番組。お父さんいないよなあれ朝からはちょっとしんどい、うん、なんかの脳みそのネジが抜けとるよ、あのお父さん。優しいよな娘も、怒らんじゃん、うん、奥さんも微笑んでから困った人だなみたいな顔してから、うん、もうそういう売りなんですかね優しいな、うん、ま、慣れとるかどっちかやな。あーでしょうね、帰りゃおるわけじゃっけそれずっとはなんですかねあのテレビ上のキャラはあるじゃないですか、ずっとはなんですかね。楽しんごじゃないんだっけほら急に顔つき変わるってかずっとあんなるさいとちょっとね。まあね、まあ娘もええように育ってるよな素直そうなね。うん、でもなんかこう彼氏できたって言いにくいよね。ああ、うん、うん、そんななんか雰囲気ですよね、うん、なんかいつもこうセットで、うん、デートでもなんかついてきそうな気がする。うわ石川さん大丈夫ですか、娘さんが大きくなった時ついていかないでくださいよ。ああまあどうかな、うん、ま、うん、けどあんまりこうウルフをして根気を逃してもいけんしの、うん、あーですです。うん、でなんか最近もう結婚しても
池にはフグ戻っておいでいう家が多いけ離婚率が高いんじゃいってからなんかああいうその離婚はいけんもんじゃいうので我慢と忍耐だとか厳しい面があって当たり前だと教える親が減ってるんですか。減っとる。じゃあ実際どうですか、石川さんが今からそのお子さんが大きくなってそういう年齢になった時に、うん、耐えろ、とりあえず耐えろと。お互い、まあ、相手が普通の人間だったらね。うん、だからまあやっぱりその結婚する時の一応スタートが大事ですよね、うん、と思うよ。結婚するにね、うん、ちゃんとしたその職業についとる、うん、でまあちゃんとしたいのはその この職業がええとか言うなしに、うん、毎月こうちゃんと毎日仕事行って帰ってきて、うん、給料持って帰ってきていうその生活をちゃんとしとる人じゃないと嫌だよね、うん、やっぱり娘出す心配ですよ。そんな、うん、まあそれで、まあ、好きになったんなら、うん、それで、うんうん、出すしかないよなもう、うんうん、そうですね。結婚式のお仕事入りますけど、まあ、新郎側のご両親様と新婦側のご両親様ってやっぱ違いますよね、気持ちが思います、うん。だから本当新婦側は出す方だから本当こういう娘だけどもとにかくとにかくよろしくねっていう、あんま祈るような気持ちだろうな、はい、もう本当そうです。特にお父さん、うん、はい、なんともしてやらんけね、はい、結婚していったらとにかくよろしく頼みますとおっしゃいますね。ただまあね、言わなかったら帰ってこいよ対応言わんな。そうですよね、行ったからにはもうね、うんうん、向こうの人間だから、うん、あとは困った時に相談乗るからね、うん、っていう言葉はよくお聞きしますね、両方から。そうそう、だけど、うん、なんかね、結婚しとっても、うん、娘ファンの親がその家、うん、もう毎日のように来るとかね、うんうん、そうだもう大体その家庭が不安になっていくわけよ。はあはあ、うん、あんまりね、親がその娘の家庭に入っていけんわけよ。はあ、はあ、うん、家に、うん、新婚の、そうそうそう、はい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 、まあ、新婚じゃのっても、うん、まあね、1週間に1回とか近所だけ言うのはええけど、うん、あんまりこう入り込んで口出したりしたら、うんうん、だいたい別れとるな、うん、うん、もういかんや。娘の方の親、あ、うん、ま、でもなんかそう言いますよね、結局娘は嫁がせる出すけども結局娘の方が自分の親に最後まで嫁いでも懐くから、うん、旦那さんも自然と娘さんの方の家庭に取られる、そうそうそう、うん、一応もらうのに旦那さん新郎さんの親が寂しがる結果になる、うん、っていうのが、だから娘がいた方が結局自分たちから離れないからとかっていう声はよく聞きますね。そうそう、特に子供生まれた時とか、うん、預けやすいとか、娘と母親がいつも一緒におってから旦那さんがパツンとなってるような、うん、だん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 その窮屈になってくるわけ、うん、うん、ああいうのよう聞くよ、うん、まあ、うちらはわしの親がちょこちょこ来るけどね、ああ旦那さんの方のってことですね、うん、そうそう、うんうんうん、そうですよ、うん、元気にね男屋の親が来る、うんうん、旦那さんの親が来るのは結構運を行くわけよ、なんか、あ、うん、だからまあ嫁いだからにはそうしなさいと、うん、ええ、栄養できとると思うよ。嫁いだのに、ね、娘の親がしょっちゅう出入りしょったらなんかおかしいになる。あ、うん、娘も甘えますしね。そうそうそう、うん、娘の方がまあね、感情出しますからね。まあ、ね、まあ、うん、だから自覚せにゃいけないね、うん、嫁さんとついだっていう、そう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 、あれがないよな、ね、ね、あ、でもそれ言われます、うちの親も、うんうん、まあ、結婚自体が恋愛の延長みたいなけ、うん、じゃあ別れるわみたいな、そのね、うん、恋愛で別れるんと結婚で別れるんとまた違うじゃない、うんうん、でそれがちょっと一緒の感覚なんですかね、だんだん、うん、一緒なんよ。俺娘の親が帰ってきにさいよ言うけ、うん、よしよし、うん、子供が生まれとっても、あ、
お母さんに面倒見てもらえばみたいな。子供は子供連れて帰ってくるわけよ。そうね。だけどなんかね、なんかね、ちょっと離婚しやすい環境が整いすぎてるね、日本は。いや見事に、まあね、ちょっとまあいろんな理由があるとは言いますけども、離婚率は高いですよね、年々。そうね、中学校の3割が母子家庭、ね、中学校は。まあ3割いたら、あ、低いね、いう地域もあるわけよ。だけどいろいろ。小学校でですよ、でも実際。だからだんだんその高校もあれだけど、高校以上の学校に行くと、本当にもうクラスの半数とか、子供も、育ってるから、もう親の意思尊重じゃないですけど、半数とか言いますよね、今。昔は片親がどうとか言うてね、なるほどだけど、今、それが普通になりおるけど、この前、あの、裁判で、はい、愛人の子にも相続、平等な相続権がある。ああ、なんかありましたね。これほどおかしい話はないけどね。決まったんでしたっけ、ニュースになってます。もう判例ができてしまって、これは法律の改正がどうとか言うけど、じゃあ結婚してるとしてないのと、一緒ないわけなじゃん。子供に罪はない、なんか相続差別じゃないって言うけど、それは区別なんやな。差別じゃないんや、区別なんやな。で、区別をひっくり返そう思って、必死で差別に振り返ようとしょるし、流れよな。で、差別じゃないと、おーって思うよね、ちょっと聞こえがね、けど、どう見ても区別よね、うん、ちゃんとした結婚した父親と母親の子供と、父親がよそや愛人作った子供が、じゃあ同等なんか言うたらびっくりするよね。そりゃなんかもう結婚制度自体が崩壊するようなもんで、一夫多妻制ですよね。そうそれだと平等かなみたいな、やっと。ほんで夫婦別姓でも OK みたいな、はい、言うたら同棲みたいな感じで。夫婦別姓どう思いますか？ダメよね。なんでです？結局その家族制度をぶち壊そうとしょるよ。自由じゃ自由じゃいう、その意味がわからん。何でも自由、何してもええんかいう話になる。そうですね。でね、結婚しました、その家族制度自体をぶち壊そうとしょる第一弾じゃもんよね。だけど一連の流れは、多分同じ団体だと思うよ、推進しょるのは。あの、日本が何が怖いんか言うて、海外の人が、日本の強さは言ったら島国で民族が固まって、地域が固まって家族、向こう三元両隣が力強いつながりがあって、もう絆ないよね。で、日本を弱い国にしよう思ったら、絆を断ち切れ、全部。で、第一弾があの個人情報保護法の過剰な施行。あれでバーッと全部ぶち切られたよね。そっか。大学の先輩後輩さえ分からへんなんて聞く、同級生がどこへ住んどったんかも分からん今。そうですね。でもそこでね、流れが断ち切られて、このプライバシーの過剰な保護、もうどこへ誰が住んどんかももう分からへんなんて聞く、保護者の連絡網でも分からん。あ、みたいですね、それ聞きました。電話番号、携帯番号しか分からん人とか。携帯なんかダメよね。保護者の、だから子供さんはまだ全員が携帯持ってるとかじゃないから、緊急連絡網、保護者のそれぞれのアドレス、メールアドレスを公開して、そこに、まあ、今日は警報出ました、バーンって送るのは今時でいいと思うんですけど、そのメールアドレスですら、いや私は教えれないですっていう方もいらっしゃるみたいですね。アドレスですね。すごい、もうなんか世の中に乗せられて神経質になってるわけよ。
PTA とかでも目の前で教えてもらえますかって交換せねえけど、一覧表現がもうなんもない。あ、ないんです、うん、必要のある人にこうやって聞いて。あ、そうなんだ、うん、そういう割にはみんな LINE でやるけ、まあ、ダダ漏れじゃんもう、うん、そ抜け取るよ、脇が甘いよみんな。へえ、ほんとそうなんだ今。そう、じゃあ連絡ももちろんないんですか。ないないない、同級生がどこ住んどんかもわからんのよ、長男じゃね、小学校で、うん、ということはもう同窓会不可能なわけよな。だんだんね、うん、探していかないけ、 Facebook で何年か。そうなるんでしょうね、 Facebook がこうちょっとそういうね、どんな招集の場になっていくんでしょうね今からは。うん、まあ、すでに始まってて、私たちも利用しましたけど、中学校の時の同窓会ね。ねえ、うん、だ歩んでもう断ち切られて最後の砦よね、家族制度が、うん、で夫婦別姓でまず突き崩そう言って、うん、今度はその愛人の子でも どんな子でももうみんな相続権平等よ。そっか、うん、ただもう結婚制度自体がもう崩壊さす、ね、ちょっと意味がないって言ったらちょっと大きいですけど、うん、ねえ、お子さんにとったら、で夫婦別姓で愛人の子も相続だ、同棲しとる人間と一緒なわけだけ、そうですね、うん、分からんわけ。あ、そっか、籍は入れてても夫婦別姓だから、うん、関係ないわけ。日本も夫婦別姓 OK なんでしたっけ。うん、あ、いけるね。ただそのじゃあ日本で愛人の子が何パーセントおるか言ったら、だから2点何パーセントやね。うん、で海外に比べて低い、ね、低いけ、うん、海外並みにちゃんと相続権を与えにはいけんみたいなこと言うけど、うんうん、けど海外の方が不死だらなわけじゃけ、うん、不死だらな方に合わせるいうおかしい考え方はしちゃいけんよね、うん、逆に日本を見習わにはいけん、あいつらが、うんうんうん、ねえ、フリーセックスじゃあえてセックスして子供できて、うん、言うんが何割もおるわけだろう、何十パーセントも、うんうん、そういう世の中の方がおかしいわけじゃけ、うんうんうん、日本は日本のちゃんとした正しい結婚制度があり、うんうん、ちゃんとした相続制度がある、うん、そういうのとって、うんうん、それを、うん、ぶち壊したら、うん、どん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 日本の国は弱くなっていく、うんうん、家族、日本らしさが、うんうん、絆じゃあえて叫べる割にはもうちょっと問題にしてもええよ、家族の絆が一番強ないといけんはずだ、うんうんうん、地域の絆よりね、もう本当、うん、根本はそこですからね、うん、一番大事なところはね、それを騒がずに東北の絆じゃないと知らんもん、東北の人らなんかし、うん、まずそのみんなこの問題になんで目くじら立てないんかな、うん、みんな淡々とあそうかで割っとるけど、うん、うん、まずね、ああいうおかしいことにはおかしい言うて、うん、家族や地域の絆を、うん、ちゃんとしとかにゃ東北の絆とかは語っちゃいけんと思うよ、うん、根本一番大切で、ね、足元がね揺らいどるわけじゃけ、ね、うん、あ、確かに。というわけでね、東京オリンピック開催決定から家族のねちょっと幅広く、はい、トークさせていただきました。それではここで1曲お届けします。1曲目は山本京子さんで Let's go to the sea with Ken です。どうぞ。
山本京子さんの曲をお聴きいただきました。最近お仕事はいかがですか、石川さん。お仕事はね、もう後が詰まって、しんどい。あお忙しい。まあね、雨がよく降ったじゃん。はいはい、あれで続きましたね。10日遅れぐらいになったんじゃないかな。あそっか、連れ込んで、うん、あそっかそっか。で今デザイン関連のが今日1個仕上がって、今週中にある程度もう1件片付けて、もう1件大竹市の片付けて、それから江田島へ渡る。おースケジュールが、そう、ね、そっからこっちへ帰ってきて、廿日市と秋郡府中町みたいな。それ終わったら五日市で、いやー続きますね。いいことですが、でもそんな中ね、お客様から、そうそう、なんかどういうかね、みんな新築で、新築一戸建てを建てようって、はいはい、こうしたらこの家の部分の、打ち合わせでみんなヘトヘトになるよ。あもうとにかく打ち合わせヘトヘトになるって聞きますよね。ほんでハウスメーカーが連れてきた外交屋さんに、もうお任せします言ってから最後は、でそうした場合、まあ全部が全部じゃないんだけど、ええことになったな。ほんで3年から5年後ぐらいにリフォームになる、使い勝手が悪い、なんでこうなんだろうみたいな、でやっぱりそれでリフォーム、ちょろっとしたリフォームでもやっぱり5、60万仕事になるけんね。だけど新築の時まあしんどいかもしれんけど、そこはもう根気、しんどいけ逆に完成の3ヶ月前とかにスタートするんよ、もう打ち合わせを、賢いお客さんいうか、ちゃんとしよういうお客さんはやっぱり3ヶ月前ぐらいじゃない。ゆっくりこう打ち合わせができていう、でまあお任せします言うてやった場合、確かに楽なんだけど、まあそうですよね。でまあなんでここへ木が植えてあるんだろうとか、後からそう、生活してたら、ほんでいろいろリフォーム物件見ようたら、その道路から玄関見て、雰囲気が良さそうで植えやすいとこへ植えとる木を、それは何が起こるか言ったら、生活しにくい。見た目だけで配置してるから、じゃあ生活する動く、そこでね。なんで通路の真ん中にこの木が立ったんだろうとか。配置がもう、おかしい。はい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 。でそのポンポンポンと木が植えてあって、確かに道路から見たら、緑があってなんか思うけど、外からはね、そのために庭が狭くなっとる。もう使い勝手が悪いんですよ、庭が。プールも出せんしとか。リフォームのお客様がおっしゃったんですか。ほんでもう木全部植え替えますわ言うんで、もうこれ配置が悪いですと、ただやっぱうちの庭ってこんなに広かったんだ。初めて気づくんですね、そこで。でなんか家族の新しいなんか楽しめる場所が できました、ありがとうみたいな。その、ちなみに植えられてた数本の木も活用するんですか。全部流用して、で別の場所に、もう1年ぐらい1年以上経っとるけど、その根っこ張っとるだろうな思って、結構力入れて掘らしたんだけど、すぐ抜けた。そうなんだ、意外と、だけどその栄養いうか堆肥も何もやった跡がない。そういうことか。ほんまのマサ土ってその栄養分がない土のとこを丸く掘って、
ポンと、うんうん、埋め込んだ植えとるけ、うん、そりゃえらい簡単に抜けたのを言うてから見たら、ね、根っこも出てきとらん。じゃあ、作業的にはまあ楽でしたね、うん、ちょっとええねよけどな、けどまあ上の葉っぱの付き具合見たらもうなんか予測できとった。あーなるほどね、うん、剥げないよね結局。あーでしょうね、うん、栄養がいってないから葉っぱがピロピロピロって出て、うん、でもそれをうまく活用して、でもスペースもちゃんと作って出来上がったんですか、うん、そうそう、はい、今日完成で本日でお客様もどんな反応ですか、うん、皆さんご家族なんねいらっしゃいますけど、どれかね庭が楽しくなったよね。へえ、うん、家族で楽しめる場所だったんだみたいな、うん、あ庭も、うん、ねえ、それが分かる庭にしてもらってありがとうみたいな感じだったんで、じゃあ改めて気づいてその庭で今楽しまれてるんですかね、ご家族の時間を。ほうね、なんかあまた一個いい庭を作ってしまったみたいな。俺様は俺様またやってしまった、増長してる。いや割とねすぐ今新築も手掛けとるけど、はい、旦那さんがこう、うん、帰宅してきても、うん、家に入らない、うん、楽しくてその作り、はあ、作る過程が、はいはい、もう楽しくてずっと道路から見よんって庭を、はあ、庭を作ってるところを、うん、へえ、そうなんだ、うん、割と打ち合わせん時は奥さんの意見とか割と大きい割合でね採用するんだけど、って言いますよね、実際それを楽しんでこう見よるまあ旦那さんかな、うん、あそうなんだ、うん、まあわしらでもそうだよ、この奥さんが楽しむのを見よったら楽しいとか、はい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 、うん、ああいう感覚でもあるんだろうけどね。ああいいですね、我がことより子供が喜べるのが楽しい、自分の喜びになる、うん、作る過程においてもやっぱり感動してもらっとるいうのがね、うん、まあ嬉しいなと思ってね、今まで本当にその 3,4 年間ぐらいですか、全くお庭を ね、 ほんまね、そういう過ごすっていうスペースではなかったと思うんですけどね、これをきっかけに ね、庭が家族をさらにつないでいくんですかね。うーん、うーん、いろんなやっぱ子供も楽しいじゃん、歩きねえ、なんか親がなんか庭が楽しくないと子供も楽しくないわけ、うんうん、で親が自然にそうしてると子供はね、自然とそれが分かると思う。お子さん小さいんですか。うん、まだ2歳。ああ、じゃあよかったですね、小さい間にそういったスペースができて、うん、うん、割とほんま家族の空間ができた、出来上がった、また外にね、しかも室内だけじゃなく、そうそう、そういうなんかお礼のまあ言葉はもちろん直接だったりとか、うん、他にあったんですか。いや割とね、うん、作れる途中にこういうなんか嬉しいみたいな手紙もろたんを初めて、手紙を実際にいただかれた、うん、じゃあそういった内容が書いてあるんですか。そうそうそう、素直なこう感じたことを、うん、もうありがとうみたいな、またね 手書きで、うん、あ本当に気持ちいい、石川さんのおかげですみたいな、あなんか、うん、直球でね、うん、そのままストレートのこと、しかも手書きだから余計ね伝わりますよね、うん、まあ、やっぱりね、うん、でやっぱり書いて伝えたいぐらいって人ってよっぽどだと思うんですよ今この時代、うん、そうね、うん、メールでピルッと、そう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 、ね、それも一つの方法ではありますけど、わざわざ書いて表現したお礼を言いたいってよっぽどだと思いますね。まあどういうかな、うちらがCAD使わんのと一緒で、うん、そうですね、うん、何がなんでCAD使わんのか言ったら、そう気持ちが伝わらん、心が伝わらん、人間らしさ、たらやっぱ心対心なんやな、人対人、あそういうことなんよね思ってから、だからそういうふうに日頃仕事をされてる石川さんが、そういうふうにお客様からそのままの反応がね通じたっていうのが実感できるね出来事でしたね。
嬉しいね。嬉しいですよね。本当になんかこう帰れないですよね。お金とかこう例えば、うん、今こう帰れない嬉しさだったり感動だったりとか。そうね。ね。まあどういう職業でもありますよね。ね、本当に倍返したみたいな。倍返し、あの嬉しいことのね、その嬉しいことの倍返しとか本当にね、うん、いいですよね。やっぱりね、こっちへ帰ってくるよね。そう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 、うん、あ、やってよかったなって思える瞬間ですよね、あの直接のありがとうって。そうそう、うん、何なんですかね、あの言葉。まあね、今、まあ、デザイン物件が続きおるけ、ずっと現場なんよ、うん、今。ああああ、ねえ、Facebook 石川さんの見るともう、あ、常に外に期待のルーキーもよく出ていらっしゃいますよね。一生懸命作業していらっしゃいますけど、宮島侍がうちの人間なんだっけ。ああ、そうなんですか。うん、ああそうなんだ。へえ、セッシャーってから、セッシャーってよう頑張れおるよ。あ、分からんなりに、あ、うん、一生懸命が一番ですね。そう、がむしゃらじゃないとダメよね、何事もね。そうですね、へりくつ抜きで、うん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 、確かに。というわけでね、本当にあったかいお話を、はい、聞かせていただきました。本当よ、はい、ありがとうございます。それでは2曲目お聞きいただきます。レッドヘルアーミーで勇気の歌。胸が締め付けられるんだろう。僕の生活は何も変わってないのに、体の中脈打つ血潮はその答えをもう知っている。同じ空の下で小さな島国で育って、そうさ、僕らに距離は関係ないさ、思いをつなげてさ歌おう。頑張れって僕の声が、もしかしたら僕の声が誰かを勇気づけるかもしれない。暗闇に塞がれても小さな光集めて照らそう。僕らの小さな島国を、できることは限られているけど、小さなことでも何でもいいのさ。やる理由はいくらでもあるけど、やらない理由なんて何もない。同じ空の下で笑って、小さな島国で泣いて、そうさ、僕らはみんな家族だ、手と手を取り合いさ歌おう。頑張れ君の声が、もしかしたら君の声が誰かを救えるかもしれない。悲しみに覆われても小さな希望を集めて照らそう。僕らの愛する家族を、
頑張れって僕の声が、もしかしたら僕の声が誰かを勇気づけるかもしれない。頑張れって君の声が、もしかしたら君の声が誰かを救えるかもしれない。暗闇に塞がれても、悲しみに覆われても負けないで、未来の子供たちのために。レッドヘルアーミーの曲をお聴きいただきました。健郎さんから、青久美ちゃん広島オクトーバーフェスト行ってましたね、堪能した、うまかったといただいてますけど、美味しかったです、楽しかったです。今旧市民球場跡地で、うん、ドイツビール祭りをしてるんですよ。え、市民球場なくなったの？そうなんですよ、実はそっからの話、そう、そっから跡地でちょっと菓子箱行ったじゃん。そうそう、本当ですよ。その後、その後それで今やってて行ったんですよ、うん、面白かったです。いやー、はあ、もう一杯が本当に大きくって500ミリがもう絶対で、はい、一杯目がその後、うん、500ミリ酒が飲めない行くんだけどなビール好きにはたまらなかったり、陽気な空間がとても面白かったですね。すっごい面白かったというわけで堪能しましたよ。青久美さんが面白かったんだけど、本当に面白かったんだよそうなんですそんなに気難しいんかいねえ、全然そんなんじゃないと思うんですというわけでね、はい、明日は安室ちゃんのコンサート行きますいいなぁ、安室レイがガンプラ祭りかなんかねえ、安室奈美恵さんです。明日はし FM 初開地出るよ。あ、な、え、いつですか、告知してください。何回ね、10時頃朝、うん、はい、1時間30分ですか。それよう分からんけどあ、とにかく 10時前ぐらいに行かれるんですね。9時半に来てくれ言われて。あ、そうなんです。え、どなたかとこうトークですか。お、誰かと話すね、うん、グダグダまあいいと思います、アバウトで。え、何について話すんですか。エコ、あーテーマだけ聞きました。商売じゃなしにオールツ協会の緑化推進について喋ろうか、はい、うん、あー、じゃあぜひね皆さん、うん、FM 初恋市明日の朝10時から石川さんの美声をお聞きください、うん、そう、エコなんとかいう番組。あ、そうなんです。じゃあ、うん、エコに関しての番組で、はい、お話しされるそうです。頑張ってくださいね、はい、なんだというわけで、あっという間の1時間がやってまいりました、うん、来週156回目の放送は9月16日月曜日、祝日ですね。来週は何の日でしたっけ。9月16日、食い倒れの日っていう祝日が新しくできたかもしれない敬老の日、あ、はい、敬老の日でございます。そう、あ、続くんですね。敬老だけ早老の日かも。じゃん、うーんやれやれというわけで、今日もね、柿田つまるさんの声模様をお聞きいただきながらお別れをします。新曲が出んのだなお待ちしてますというわけで、こんばんは、皆さんありがとうございました。
ついなま初開地。この番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの制作でお送りしました。おやすみなさい。惚れた女の心知らず。